気持ちが落ち込んだ時におすすめの動きです。まず立ち上がって手首を振り始めましょう。下の方で振っていてもいいですし、少し上に上げて振ってもいいです。楽な場所で振りましょう。手首はいろんな方向に振れますが、こういう風な方向ではなくて、このように縦に振る方が首や肩の凝りがほぐれていきます。頭が疲れてくると手首がとても硬くなっています。手首をよくほぐすだけで頭の疲れを取り、首の疲れを取ります。だんだんと動かしていると血液がだんだん手先の方に流れてくるのが分かります。動きを止めてみるとじわーっと手先に血液が流れ始めましたか。では次に行きましょう。両手を楽に前後に振ります。特に勢いをつける必要はありません。楽に前後に振りましょう。だいたい溝落ちの高さくらいが自然に振れる範囲です。このままずっと気持ちよければ10分、20分、30分くらい振っていても結構です。このように手を振っていますと、頭から首、首から肩、肩から腕先へと気が流れ始めます。そして脳科学的に言うと、セロトニンの分泌が増えて心が落ち着きやすくなります。少し体を動かすだけで随分と変化があるんです。もしまだ黙ってじっとしてこの動画を見ているようでしたら、ぜひ立ち上がってやってみてください。とても簡単です。ではゆっくりと動きを止めて静止しましょう。次に右足を一歩大きく前に出しましょう。左足も後ろに、膝を曲げた時にだいたい90度くらいになるようにスタンスをとってください。両手を腰に置きましょう。大きく吸って吐きながら右膝を曲げます。左足のアキレス腱とそれからこの鼠径部をよく伸ばしてください。吸いながら膝を伸ばして、吐きながら膝を曲げましょう。吸いながら伸ばします。気分が落ち込んでいるときは実は足首もギュッと縮こまっています。吐きながら膝を曲げて左足の足首をストレッチです。反対も行いましょう。スタンスを確認して、大きく吸って吐きながら左膝を曲げましょう。右足のアキレス腱をよく伸ばしてください。吸って膝を伸ばして、吐きながら膝を曲げます。アキレス腱を伸ばしながら、大きな血液、大きな血管を大きな血管に流れる血液の流れを良くしています。さあ、先ほどは首から肩にかけて随分と血液の流れが良くなりました。これで下半身の方にも血液が巡り始めて、全身の血流が良くなっていきます。では一度右足を一歩前に戻しましょう。さあ、ここからもう一回右足を後ろに、そして左足を揃えます。では楽に下ろします。右足を大きく一本前に、左足を揃えて、右足を後ろに、左足を揃えます。右足を前に、
左足を揃えて、右足を後ろに、左足を揃えます。さあ少しテンポを上げていってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。どうでしょうか。結構息が切れます。反対も行いましょう。今度は左足からです。左足を一歩下げて右足を揃えます。左足を一歩前に右足を揃えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。さあどうでしょうか。結構息が切れたと思います。このように少し心拍数が上がる動きをすると、心の状態も安定していきます。ちょっと元気が出てきます。では最後の仕上げです。足を軽く開いて吸いながら、胸の中心から手を大きく広げて上に伸ばしましょう。吸い切ったら吐きながら手を大きく開きます。胸の中心から手を開くようにしましょう。吸いながら吐きながら胸の中心から大きく開きます。もう一回繰り返しましょう。さあ次は上まで行ったら床まで降りて、前屈式、膝を軽く曲げて、膝を曲げていいですよ。首の力は抜きましょう。吐いてもう少しリラックスします。楽に右に左に体を揺らしましょう。腰の緊張も解放しましょう。真ん中で動きを止めたら、吐きながらだらーんとリラックスします。吐き終わったら吸いながら手を横から大きく広げて、両手を上に、吐きながら手を大きく開いて下ろしましょう。